仙台城から見た宮城県庁舎とドコモ東北ビルドコモ東北ビルは仙台市都心部にある NTT ドコモの東北支社ビル NTT ドコモ東北ビルとも呼ばれる NHK 全交差点の北西角地の仙台北税務所旧庁舎跡地に2004年3月に竣工。地上21階地下2階で高さは150メートル100メートルを超える 建造物に適用される仙台市の環境アセスメント条例が初めて適用された超高層ビルである。ビル内のほとんどは関係者以外入れないが、1階エントランスのドコモ市民ギャラリーは市民に開放されている。また、停前デラストリートジャズフェスティバルイン、仙台や仙台クラシックフェスティバルの際には一般人が入場可能なステージが設置されてライブが行われる。 ビル以外の敷地内は開放されていて、樹木やベンチが設置されている。建築物上部には通信用の鉄塔をガラス張りにして折ったアンテナタワーがあり、ユニークな外観となっている。アタゴウエスギ2が同ビル付近で屈曲しているため、同通を仙台駅方面から進むと銀南坂の真正面に見える。同様に、県道線大線線とアタゴウエスが屈曲して、 接続しているため、同線を、泉中央副都心方面から進むと、大玄段急を下るあたりで、真正面に見える。このため、同ビルは、都心部のランドマークでもある。なお、宮城の九龍岡に所在する、ドコモ東北仙台ビルとは別物である。大規模災害の発生などで、宮城県庁舎に被害を受けた場合、臨時の県災害対策本部などの代替施設として、指定されている。 ありがとうございます。